上半期の YouTube 収益公開でぶっちゃけ言うとまあ激減ですね。やっぱ去年のもう末からもうだいぶ落ち込んでる状況、まあ、だいぶ違う。で3月が広告単価が一番高いです。日本はね、真面目なコンテンツはやっぱり辛いんだなっていうのが分かる半年分の結果なんですが、合計すると始まりました。もてつチャンネルです。さあ今回はですね、まあお待ちかねの方も多いと思うこの企画でございます。はい、上半期の YouTube 収益公開というですね、はい、こちらやっていきたいと思います。まあ毎回毎回ね、収益を公開しちゃいけないんだよとかでね、わけのわかんない規約を知らない人がいっぱい書いてくるんですけど、構いません、発表していいので、はい、振り込まれた額は1円単位残らず言っていいので、はい、発表します。はい、でぶっちゃけ言うとまあ激減ですね。去年と比べてだいぶ減ってしまったっていうのが現状です。まあまあ去年はすごかったっていうのもある意味あるのかもしれないですけど、だいぶ減ったなーっていう感じです。今もう並べて見てるんですけど、去年のやつとね、うわーっていう感じ、はい、このね、去年の前の上半期っていうのはね、まあすごかったんですよ。やっぱり相当すごかった。やっぱり200万円台300万円台だったので、月に入ってくるのがだからわーみたいなね。でまあそれをベースとして、まあ、投資にいろいろ回せたりしたんですね。でも今年はそれは無理だなっていうのが印象でございます。では見ていきますか。はい、もう気になってしょうがないですか。はい、いきますよ。まずですね、1月ってことは去年の12月に入ってるものですね。やっぱ去年のもう末からもうだいぶ落ち込んでる状況ですね。まあだって去年の11月とか12月入ってたの90万円台だったから、もうそもそも100万円台を切ってる状況で、まあ広告単価も少なくなってるよとかって言われてはいたんですけど、そうだいぶやっぱりね、ショート動画にみんな移行してるっていうのは感じてたしね。さあ1月が、まず116万5252円っていうことです。まあこれは去年の12月の分なのですが、でこっからですね、こっからがいよいよ、今年のものになるんです。で普通はっていうか、まあ例年ですね、2月に入るやつは1月なんで、まあ共通テストですね、まあ、センター試験共通テストと来てるんでドカンと増えることが多かった。そう、12月っていうのは広告単価が高いんですよ、そもそもね。だから、まあ、12月自体は高く入るんだけど、それよりもさらに1月っていうのはドカンとね、高くなるのは、その共通テストがあるからですね。いわゆる入試真っ只中で、ね、どうだったみたいなね、ことを僕は言うので。で、いくらだったかっていうと、135万5792円ですね。これが2月に入った額、つまり1月分ですね。うわーって思うかもしれないですけど、去年230万だったから、だから100万ダウンしてるわけですよ。やっぱだいぶ違う。まあもちろん受験企画っていうのもあるけどね、まあ坂上さんがね、そのやってたのがドーンと行ったりもしてたんでね、22年はね。で、3月です。3月に入ってくるのが2月の分ですよね。だからこの頃は、まあいわゆる受験期なんでね、早稲田とか慶応のどうだったかみたいなのをいろいろと喋っていく期間なので、まあガンと行くことが多い。ですが、はい、いくら入ってたかっていうと、139万9266円。ね、まあ、140万円近くっていう感じですね。じゃあすごいじゃないですか。十分入ってるじゃないですか。で去年これだってね、325万入ってたからね。もう全然違うよね、やっぱりね。やっぱ坂上の力はすごかったんだなって思いますけど。その去年のはね、坂上の入学金とか払ってあげてますけど、全然だったけど、今年は葉月の入学金払ったらだいぶ少なくなるな。っていう感じですね。はい。で、これが3月に入った2月分で、4月。4月が3月に入るものです。で3月が広告単価が一番高いです。日本はね、年度末なんで、だから例年この4月に入る額が最も高い、ここを超えることはまずないっていう感じなんですが、で今回は幸男先生のですね、そのユーテラの方で世界史のまとめ動画、それがバズったんですね。だからメインチャンネルは大して伸びなかったですね、3月も。で伸びなかったんだけど、そっちのまとめ動画が伸びたんで、結果4月が201万6008円ですね。ということで200万を超えました。おーって感じなんですね。はい、やっと超えた感じなんですけど、まあでもね、去年が380万いってたからね、だから半額ぐらいになってはいるんですよ。いや、だいぶ苦戦はしてるっていうのはありますね。だメインがやっぱり伸びなくなってる。メインチャンネルがあんまり伸びてないですね。まずはショート動画もだいぶ伸び悩んだしね。そう、ショート動画でバーッと登録者数増えてたんですけど、もう全然伸びないです、ショート動画も。ぶっちゃけかなり作り込まなきゃいけないんで、でもそんな時間ないんですよ、僕。毎日投稿してるから。この動画だって前日撮ってるからね。
で、続いて、まあ、こっから下がりますね。例年、ドドーンと一気に下がるんですけど、はい、5月ですね。4月の5月に入った収益が、1482763ですね。で、これは、まあ、耐えたって感じなんですよね。去年とあんまり変わんないです。去年の方が高かったですけど、で、これはやっぱり、世界史の、そのまとめ動画がまだバズり続けてるからですね。なんでそれによってって感じ。だからもうメインチャンネルは去年の前半はだから100万とか絶対切らなかったんですけど、メインチャンネルがもう100万切ってる状況なんで、はい、こんな感じでしたね。で、6月、5月分が入るやつですね。はい、6月が1187773円っていう感じですね。もう多分世界史のそのバブルは終わってますので、地道に頑張ってやった感じ。で、7月がちょっと伸びて1282169円ですね。はい。なんでこれが去年とほぼほぼ変わんないかな。去年の方がちょこっと多いだけっていう感じですね。6月そんななんかなんかやったかな、覚えてないけど、そんなすごい動画も出した記憶もないですからね。ああ、まあ一時期ちょっと調子良かったりもしたか、東大生たち結構出してたもんね。まあ今はもうこんな本当に浮き沈み激しくやってるって感じですね。伸びないのは全然伸びないしっていう感じ。まあだから、やっぱこう、コンテンツによるよね。これは見るけど、これは見ないみたいなのがあって、やっぱ真面目なのが伸びにくいっていうのがもうまあ如実ですね。真面目なコンテンツはやっぱり伸びづらいんだなっていうのがわかる。教える系とかね、やっぱ相性が悪いよね、教育と YouTube。ただまあ、ちょっと新しい形始まるんで、これね、YouTube ってね。そちら、今後ちょっとやっていくんで、まあまた、いろいろと、はい、新しいことね、その新しい新機能ついたりするんで、YouTube にね、そちら見せていけたらなぁと思ってます。はい、そちら、お楽しみにっていうかね、していただければと思います。まあ、ただまあ、収益、YouTube の収益自体はこんな感じですけど、まあ、ただいろんな収益源はあるので、まあ、そんな困らないではいるんですが、じゃあ、半年分で、発表しますね。この2月から7月、つまりこれが今年の半年分の結果なんですが、合計すると871万6771円ということで、はい、これが上半期のものになります。まあこれ1月から6月を足した状況にしてもほぼほぼ変わんないんで、まあだいたいこれぐらいって感じですね。だ今年はどれぐらいいくんだろうね。その後半下がりやすいからわかんない。これ何かがない限り後半上がったりしないからね。年末どうなってるんでしょうかね。だモチベーションをね高めないといけませんよね。なかなか動画をやる。まあ今も夏期講習中で普通に働いてるし、教えてる時間結構長くなってて、その中で動画制作しなきゃいけないんで、結構大変なんだよね。企画、撮影、編集やるからね、自分で。で、あとまあ、普通に経営してるから、もう経営で全然暮らしていけちゃうんで、経営プラス、あと投資やってますんで、経営と投資で全然生活できちゃうので、なかなか難しいです。この中でモチベーション上げるっていうのはね。だから、ぜひとも皆さんの応援でよろしくお願いします。はい。高評価とかね、チャンネル登録によって、はい、私生きておりますので、生きておりますというか、やる方と頑張っておりますので、ぜひともご支援のほどよろしくお願いいたします。はい。ご視聴ありがとうございました。テキフォーチン。